それでは記者会見を始めます今日は馬淵純夫総理補佐官に来ていただきました。馬淵さんのことは皆さんご存じでしょうけれども国土交通大臣を退任された後三3月26日に総理大臣補佐官に就任されましてその時の担当は東北地方太平洋沖地震による災害おび 原子力発電所事故の対応を担当させるという事例で実際には統合本部で放射線遮蔽放射性物質低減対策チームの共同リーダーになられましたでその名称が4月18日付で中長期対策チームに改組されまして 政府側代表として、ブチ補佐官がで、東京電力側の代表として、武藤副社長があの就任されました、で今日はあの原発対応を中心にしてで、このチームのこともよくわからないところがありますので、<laughs> そういうあのご説明もいただいて、まあ、今後どうしていくかということを、とうとうお話し。 願えればと思います。あのう四五十分話しいただいて、あとあの皆さんからの質問を受ける形で、あの進めたいと思います。申し遅れましたが、私は企画員で時事通信の田崎と申します。よろしくお願いします。じゃお願いします。はい、えー。それでは、えー、日本記者クラブの皆さん方に、えー、私の方から、えー、なんか総理大臣補佐官として就任以降ですね、この福島原発事故の 対応につきまましててお話をさせていいいたただきたいと思います今日はお手元にです、ね、資料をお配りをいたしました、A4 横紙で福島原子力発電所事故対策統合本部の取り組みと課題というものでございます、これを一部、10枚組で、11枚、表紙を入れて11枚、10枚でお渡ししておりますので、これはあの概要をご覧いただくためにお配りをしましたものですから、中身、詳細にお伝えすることの部分,部分的には違うかもしれませんが、ご容赦いただきたいと思います。 まず、今ご紹介いただきましたように、私、の今年の1月にですね国土交通大臣を退任いたしまして、そして党では広報委員長ということで、党役員を務めておりました、党役員としては広報という立場でございますので、統一地方選に向けての広報戦略、あるいはこの震災の発災後はですね、 党として、この地震災害に対する対策本部の副本部長としては、党としての発信、メッセージ、どのように行うかということを取り組んでおったところであります。そんな中、3月の25日の晩だったと思いますが、官邸からです、ね、この原発事故を含めて、厳しい状況にあると、これに対しての力を貸してほしいという連絡がございました。ただ 私自身は当然ながら党の役員でありますから、党の役員の立場で政府の仕事を受けるというわけにはまいりません。岡田幹事長からその後連絡がありまして、あなたには党の役員として広報委員長をやっていただいていると、重要な仕事でもあるので、それをしっかりとお願いしたいということで、官邸で話をしてきましたと、このように連絡がありました。そして翌日ですが、3月の26日、私は大阪に所要で向かうところ、 改めて官邸から連絡が入りまして、すぐに上京してほしいと、官邸に入ってくれということでありました、お聞きしますと、この原発事故に対しての対応ということで、事例を教授に出すから、総理補佐官ということで、すぐに上京するようにという連絡が入りました、前日の番人、岡田幹事長から今申し上げたように、党役員としてそのまま仕事をしてもらうということであった状況が大きく変わったということは、 これは相当の問題だろうということは要因察しがつきました岡田幹事長からまもなく電話が入り党の役職を解いたのですぐに総理の指示に従うようにということでありました3月26日夕刻に官邸に入り総理大臣補佐官この事例を受け取ったわけであります事例のそのタイトルには今ご紹介いただきましたようにこの東北地方太平洋沖地震災害対応もございますがもう一つ 原子力発電所事故対応これが喫緊の課題であるということを申し渡されましたすぐに官邸からは私は経産省に参りましてそこでようやくスタートを切るというところであるこの遮蔽のプロジェクトその準備会に参加することになりますただ私はこの時点では発災後2週間強経っておりますが当の震災の その対応本部対策本部の副本部長として、全体像をその見てはおりましたが、原子力発電所事故については、詳細把握しておりませんでした、従いまして、いきなりこの遮蔽のプロジェクトに入っていくということで、全く状況もわからないままでのその事態を把握するということがスタートしたわけであります。さて、多くの方々から私はその後も質問を受けることになりました、この原発事故の対応に対する政府の取り組みというのは、一体いかなものなのか。 どののよううな組織ああるるいいいは体制でで行っているのかという点であります多くの方々が原子力災害に対しては、立法化された原子力災害に対する特別措置法、この法律16条に基づく原子力災害対策本部、これが設置されていることはご案内かと思います。これは法定された組織でありまして、総理が本部長となり、また本部員は関係閣僚が、閣僚がこれがついております。 この原災本部と我々称しておりますが、この原災本部とは別に、新たに原子力発電所事故対策統合本部と称されるものがある、これも東電に設置されているというのは、報道で私も知る立場でありましたが、どのような機能を持ち、そして責任と権限を持っているかというのが、多くの方々にはなかなかご理解いただけてないのではないかと思います。私も26日は全くその状態でありました。 まず、プロジェクトが立ち上がるというところに参加をしたわけでありますが、そもそもこの統合本部の位置づけ、どういうものがあるのかということをつぶさに見ていかねばならないということで、翌日からまさに昼夜は分かたずです、ね、この原発の事故、状況、概要を把握しつつ、組織の全体像を知るということに取り組んでいくことになります。まず、原発のこの統合本部、この立ち上がりでありますが、ご案内のように3月の15日、 発災後、その原発の事故がより深刻な状況に突き進んでいくということで、官邸も機関を募らせ、そして東電とともに立ち上げた、これは任意の組織になります、いわゆる法廷外であります。しかし一方で、事態対処ということにおいては、つぶさにその現場情報、一時情報をそこで受けて、そして指示を出していくということにおいて、極めて重要な組織であるという位置づけでありました。本部長には 総理大臣が疲れ、そして副本部長には、海江田大臣と、そして清水東電社長がつかれました、これ当時、この3月15日の段階です。統合本部が設置をされ、そして海江田大臣、さらには総理補佐官、細野補佐官が常駐する中で、さまざまな事態対処が行われていったということになります。これは皆さんのの今お手元に配りました資料の1ページから 4ページ5ページまでですね、各4号機まであります、炉の状況の主な出来事、クロノロジーのところに詳細示されております、3月11日の発災後、自動停止になり、そして弁当、あるいは放散の炉心注水開始等々ですね、海水および放散、炉心注水開始,開始等々、こうした事態対処が行われていく流れの中で、統合本部の必要性というものを、 幹事、そして政府としては東電とこの合同で立ち上げたということであります。さて、この統合本部、今まではなかった組織であります。なぜこういった組織が必要だったのか、あるいは逆に言うと減災本部ではなぜ対応できなかったかのなったのかという疑問が多くの方々におありかと思いますので、それについてお答えをしたいと思います。減災本部、これはですね、原子力災害特別措置法はご案内のように。 東海村の JOC の事故を受けて立法化されたその仕組みであります。これはいわゆる政府がこうした原子力災害が発生した後に、いわゆる事故あるいは対処が一定程度進んだ段階で、避難あるいはその地域の自治体との連携を取って対応する仕組みであります。しかし、今回の原子力発電所事故は、1号機から4号機まで複数の 露心を持つ、このそれぞれのその建屋、あるいは近隣において、事象が起きていると、つまり事態においては、まだ終了していない状況でありました。複数のこの4つのそれぞれの建屋内におけるさまざまな事態に対応していく、これは、原災本部の機能、あるいは権限とは異なるところに位置づけられます。それはまず一義的に こうした事態対処は、事業者が行う責任という位置づけがあるからです。事業者が責任を持って行っていく。過去の事例においては、例えば、この、この本部が、原災本部が設置される法律が作られたときにあった事態においてはですね、すでにその対処が終わった後の対応が問題となりました。しかし、今回の福島の第一原発事故に関しては、 11日以降、ずっとその事態が進行中であります。そして今日においても、まだ現時点では、ナウ・オン・ゴーイング、動いているわけです。こうした中で、政府が原災本部で対応できることとは限りがあります。むしろ、事態の対処に、政府がまさにその各省の連携も合わせて、対応する必要があるという判断から作られた組織であると、私は認識をいたしております。従いまして、今日現在進んでいる事態の中で、あるいは、 なんとか安定させていこうとする事態の中では極めて重要な役割を果たしたものだと思います。さて、本部長、副本部長が定められ、そして細野補佐官が現場の対応をされていたわけであります。そんな中、私が3月26日、事例を受けてすぐに加わったプロジェクトチーム、これは3つがちょうど立ち上がるところでありました。これは遮蔽チーム、そして放射能 放射線燃料取り出し移送チームリモートコントロールチームの3つでありますこの3つは実はアメリカとの関係協議の中で NRC の助言を受けるという一つの受け皿にもなっておりました私も当初この26日の段階で遮蔽のチームの検討会議に出たわけでありますが各省そして NRC の方々 助言という形でさままざなご意見を述べられておりましたさこ,のさこの遮蔽チームとこの放射線取り燃料の取り出しあるいはリモートという3つがございますが翌27日に東電において東電内の中での会議で特別プロジェクトという位置づけが定まりましたこの東電の特別プロジェクトは全部でこれは4つございます。 東電の中で特別プロジェクトと称してこれはです、ね、4つちょっと複雑になって恐縮なんですが1つが RHR 代替回復チームと称されるものでありましてこれがいわゆる長期冷却と今、称されるものにつながっていくものでありますそして1つがタービン建屋排水回収除染チームと称されるものでありますこれは、 お手元の資料の6ページ特別プロジェクトチームのその資格がこの囲いの中にあります放射線対流水の回収処理チームにこれが合流していくものでありますそして東電のもう一つのチームが放射性物質放出低減対策チームというものでありますこれが 今、26日の段階でスタートを切った3つのプロジェクト、遮蔽チームと重なるものでありました。そしてもう一つ、東電の方で作られていたのが安全評価チームというものであります。これについてはいわゆる環境影響チームというものにその後発展的に変わってまいります。このように、まず受け皿として統合本部ができました。統合本部の中では 日米との協議の関係をもって NRC の助言などを受けるということから3つ、遮蔽チーム、燃料取り出しチーム、リモートコントロールチーム、3つできたわけですね。そして東電側には4つありました。東電が今申し上げたように、長期冷却につながる RHR 代替、タービン建てや排水回収、放射性物質低減対策、安全評価、4つ。このつつと4つを 重ね合わせててつにに変えいいくととうことになります実はこうした作業というものが事態対象の中では十分に進んでおりませんでした私はだから27日以降ですねこのように組織そしてその中での権限責任分担というものを整理をする作業に取り組むことになります。4月1日その段階で 改めて統合本部の中に6つのプロジェクトチームを作るということで整理をいたしました今申し上げたように3つある日米協議との関係性を持った場4つある東電のプロジェクトチームこれらを重ね合わせて6つに変えていくわけです3たす4が6になっているのは先ほど申し上げたように東電側にある放射性物質低減チームは遮蔽チームへと重なっていくということでありますこの6つのチームが出来上がり 統合対策本本部部に置置かれてて改めてもう一つ行った措置は本部長総理大臣、これは変わりませんが副本部長に清水社長に代わって東電勝俣会長についていただくことになりましたさらには事務局長として細野補佐官がさらには東電側からは西澤常務がついていただく形になり いわゆる統合本部の事務局的な機能がそこで改めて整理をされたことになります。そして私は6つのプロジェクトのうちの1つ、当時は遮蔽チームと呼んでおりましたが、この遮蔽チームの政府側の担当ということになりました。東電側と合わせて共同のチームリーダーというものを設置しておりますので、遮蔽チームには、間淵と東電の担当の方、 それ以外のこの6ページの右の下角にあります四角の中にある残り5つのチームにも政府の人間と東電の人間がそれぞれ共同代表という共同チームリーダーという形で責任をしっかりと持つ形に変えたわけであります。あくまでも法廷外の組織でありそしてその中ではここで決議をするのではなくさまざまな議論を行い検討しそして最終的な判断は 副本部長、本部長に挙げていくという、検討チームであるという位置づけを明確にいたしました。こうして4月1日、整理をした後に、われわれはそれぞれのチームの取り組みを行うわけであります。私が責任を持ったのは、今、先ほど申し上げているように、遮蔽チームと称されるものであります。そこで報道等に上がってきたのが、いわゆるカバリング等の議論でありました。 当初、私が入った段階ですでに案がいくつかございました。原色、この原発が爆発事故を起こした後に放射性物質を含んださまざまな地理、あるいは飛散物質があります。これを封じ込めないことには、飛散防止をしないことには、土壌汚染や、あるいは大気汚染にまでつながってしまう。こういったことから、遮蔽チームの最初のお仕事は、まず飛散の防止であるという位置づけであります。飛散のの防止のためには 何らかの形で応用をかぶせるということが一つありますが、その前に行うべきことがないかということで出てきたのが、飛散防止剤の散布でありました。これは、えー、樹脂等を含んだ、えー、その有機材、あるいは無機材といったものを、えー、サイト全域に散布をして、ある意味固着させるということです。原発の事故において発生したこのいわゆるチリやあるいはガラというものが大変高い線量を持つことになります。 そして、宙を舞うようなものについては、これがやがて風等によって流されていくと、大変な土壌汚染につながる、健康被害につながるということでありますから、まずこの飛散防止を行う、遮蔽チームの最初の目的はこの飛散防止でありました。その上で、カバリングと称される、原子炉建屋全体を覆うという、その検討も並行して行われることになります。こうした中で、私どもとしては、 一部報道にもございました、シート、これ、特殊なシートという表現もございましたが、えー、皆さん方にもこれもお考えいただければわかるかと思いますが、放射線を透過させないような特殊なシートというのは、これは簡単に現時点で、えー、我々知り得る限りの知見では得られるものではないと思っております。従いまして、これはあくまでも遮蔽という言葉でありますが、飛散防止が目的であるということも検討の一つでありました。これが チームでで行っている検討でありましたそして2つ目先ほど申し上げている放射線燃料の取り出し移送チームは燃料プールにある燃料棒をこれを安定冷却者のうちに取り出さなければならないという命題がありますその方法論を探るというチームでありましたこれについてもさまざまな知見を集めていくということで NRC さんの助言また さまざまな専門家の助言をいただきながら検討を進めているといった状況そして3つ目のリモートコントロールチームはこれは今申し上げた燃料棒の取り出しであったりあるいはカバリングのような技術施工を行うためにも当然無人化の施工というものも将来的には考えなければならない従いましてリモート技術はロボットのようないわゆる人,間人型のロボットのような作業のイメージだけではなくて 無人施工にまで及ぶものだというふうにご理解をいただければいいかと思います。このように3つのプロジェクトが進む中並行して行わなければならない課題としては長期冷却と称される水冷却ですこれはご案内のようにこの事故発生直後から炉心に注水をして冷却し続けなければならないという状況が続いておりましたのでいずれにしても水で冷却をし続けるしかも閉鎖系の 水の循環ループというものはもう機能しない状況になりつつあったであるならばこれをいかにして構築するかということが最大の課題になりますどの配管が使えるのかどのような循環系が生きているのか漏れはないかということをそれぞれプラントエンジニアリングの方々がプラントパラメータを検証して注視しながらその方法策を探していくということになっていきます一方で、 こうした注水によって実は水が漏れ出しているのではないかとこういった懸念が出だしましたそして実際にはさまざまなところからの漏出あるいはえまあ排水といった形で放射性物質のえ漏出が明らかになっていくこれの水を何とか止めなければならないそして注水をしたものを回収していかなければならない漏れたものを引っ張り出さなければならないということから 5つ目のの放射性滞留水の回収処理チームが動き出すことになりますこのように5つのプロジェクトがそれぞれ、えー、緊密に連携しながら相互にお互いのその作業なりあるいは作業環境を、えー、狭めないように全体を把握しながら進めていくという意味においてこの特別プロジェクトの,の会議あるいは検討のすり合わせというのは極めて重要な位置づけであります。繰り返し申し申上げますが こうした事態対処はプラントの中で行われることでありますので、一義的に東電さんの事業となります。事業者側の作業となります。もちろんそこで、我々としては、政府側としては、仮に他の省、防衛省さん、あるいは厚労省さんなり、お力を借りるという場面は我々が動きますが、東電さん側の事業者の責任として行われる、その作業に対しての助言を与えるという立場でありますから、我々としても現実可能な、 その方策というものをできる限り会議の場で提言をしながらそして進捗を確認するということを繰り返してきたのがその後の1週間、2週間でございました。さて、今申し上げたように、減災本部の対応というものは避難あるいは自治体等の協議あるいは現地の対策本部におけるさまざまな住民の方々の状況の把握というものでありますがあくまでも統合本部は 現時点でも続いている事態に対して対応する、それを迅速に、しかも一時的に一時情報で対応する仕組みであるということで、私は今日まで機能してきたのだと思います。ただ、振り返れば、若干私自身も、もう少しこうすればよかったのではないかなと思う点があるとすればですね、それは、こうしたチームの編成も含めて、全体の見通し、あるいは責任と権限というものについては、 早い段階から整理をする必要があったのではないかというふうには思います。ただ、これもですね、先ほど来申し上げるように、1ページからご覧いただくように、次から次へと事態が起きていく。水素爆発が起きる、そしてその注水機能の停止の中で、また一部注水によっての漏水が明らかになっていく、また海水への漏出も明らかになっていく、次まさに次から次へとその状況が起きる中、余震が起きる。 構造体のその強度はどうなのかということで、全体を俯瞰するという状況を簡単に作れなかったということも十分理解できます。私自身は2週間以降経って、この本部に入っていくということで、ある程度客観的な、第三者的な目線でものを見ることができたのではないかというふうに思っています。さて、このように、原災本部と統合本部というものは全くある意味、機能が違うんだという位置づけの中で、 政府が関与する重要役割あるいはその重要性というものは必要性というものは十分認識をしつつ今申し上げた4月1日の段階で整理をしたわけでありますがその後課題として出てくるのは今申し上げた全体のシナリオであります長期的な視野を持って今後どのように収束させていくのかそれをこの統合本部の中で事態対処も行いながら俯瞰する立場から 整理をししていいいかなななければならないとということでありましたそしてその一方で総理のご指示もありあるいは、海田大臣から経済産業省からのアドバイスということもあって東電側からはご案内のように17日いわゆる工程表ロードマップこれは道筋と称されておりますがそれが発表されております7ページをご覧いただくと東電から発表された17日付の このの事故の収束に向けた道筋これは3枚ピッックアップししててをさせていたただきましたここでは基本的な考え方としてステップ1ステップ2ということでの整理放射線量が着実に減少傾向となっているこれはステップ1そして放射線の放出が管理され線量が大幅に抑えられるこれはステップ2としてそれに対しての冷却抑制 モニタリング除染といった取り組みについて整理がなされています。これは言い換えれば4月1日に整理をした統合本部のプロジェクトの作業を再度、工程表に落とし込んだものだということが言えるかと思います。この東電側が発表した道筋については総理もまた、海田大臣もその着実な実施というものを求めるということを発言されております。 一方で、私自身は、この東電側の工程表だけに依存するのではなく、まさに統合本部が政府が関与しながら、事業者任せではない、事業者が一義的にその作業は行うけれども、全体収束に向けては、政府が深く関わるという位置づけにおいて、統合本部そのものが中長期的な見通しを立たなければならないということを、この統合本部に私が入って以来、 これはずっとその26日以来主張し続けてまいりました。そこで統合本部として改めてその方向性を打ち出そうということで出たのが中長期対策チームの設置であります。これは翌18日の月曜日にプレス発表させていただきました。 お手元の資料では、プレス発表資料でございませんが、中長期対策チームの体制図という位置づけでご覧いただけるようになっております。先ほど申し上げた、遮蔽チームはあくまでも飛散防止、あるいはカバリングと称される、建屋を覆うというレベルです。決して放射線量そのものを封じ込める機能をそこに求めているものではありません。しかし、長期的には、この 炉の育成をどのようにしていくかはまだ現時点で明らかではありませんがいずれにしても高い放射線量を持つ放射性物質を封じ込めていかなければならないそれは単に飛散防止などというレベルではないということです私が考えたのは中長期対策チームとしていわゆる封じ込めこれはコンテインメントでありシールドであります完全に封じるとということを 一つの長期目標として掲げなければ、統合本部のその存在意義がないのではないかということから、このことを強く主張し、改めての中長期対策チームを、遮蔽チームという名の開祖という形で作っていただいたということであります。そこに象徴的に表れているのは、責任体制であります。先ほど申し上げたように、遮蔽チームは私が政府側の代表でありました。東電側の代表は、 東電さんの建築関連の担当者の方でありました。今回、この中長期対策は、東電側は原子力の責任者である武藤副社長についていただくことになりました。まさに、組織、体制、人事、これによって、その権限と機能というものを明確にし、強化するということを図ったというものであります。ご覧いただく、この チームの中での作業というものを少しだけお話をさせていただきます。一番左にあります、この中長期対策チームのその5つの機能がありますが、遮蔽コンテナカバリングとありますが、いわゆる飛散防止カバリングは、すでに私が入ったときには案としてあったものでありまして、これについては検討を進めていますが、将来的に長期対策という点で考えれば、コンテインメント、 封じ込めということをどのように行うかということは当然今の段階から想定し議論していかなければならないものでありますそしてもう一つ大流水の回収やあるいは排水海中に放出されていた水を止めたという作業はいわゆる事態対処ですがそもそも漏出してしまっているこの水についてどう止めるかということは地上の部分だけではありません地下についても深く考えなければならないこの地下水対策というのは 漏出しているだろう、そのプラントのポイントを定めるのではなく、サイト全体を考えた地下への遮蔽、遮断というものを考えなければなりません。この地下水対策というのは、その意味で、1号機から4号機まで並ぶサイト全体に対して、いわゆる連続地中壁のような大規模な構造物も含めて、これは広報も相当に検討を重ねなければならないと思います。いわゆる不凍水槽 水が浸透しないと称されるような不等水槽にまで深く地中壁のような形で完全に地下に置いても遮断をしていく。これによって、漏出がプラントのどこで起こっていようが、まずは地下からの他の環境への排出を止めるということ、これを検討するのが、この地下水のサブチームであります。調査分析は、もうこれは言うまでもなく、世界中の知見を一つに集めていくということでありますから、 これはアメリカ NRC さんのみならずさまざまな世界中のこれはフランス 会議が開かれておりましたが、現時点においては、会議体で会議を行うことよりもむしろ、作業を重視しています。こうした作業に基づいた結果のフィードバックを、適宜会議を開きながら行っている、確認をしているという状況でありまして、またその報告もですね、総理、あるいは、河井田大臣等々にしっかりとこの本部に挙げていくという作業を進めているというところであります。もう一つここれははの資料にはございませんが もう皆さん方には首相同性でもご承知の鳩山前総理が総理への提言をなされたということについてはもう皆さんも鳩山さんの会見でご存知だと思いますがこれについて少しだけ触れておきます鳩山前総理がかねてよりこの水冷却特に漏出については心を痛められておりましたそしてそれについてさまざまな知見を集めて 政府では対応できないところについて、自分なりに検討していこうということで、進めていただいたものについて、この鳩山総理の前総理の提言がまとまり、それを菅総理へと提示をしてきたということであります。1時間半の時間をとって、詳細に鳩山前総理からご説明ありました、また、手伝いをされている平議員からの補足説明もありました。 菅総理も大変前向きに受け止めて、このような提言に対しては、政府としてもしっかりと前向きに考えていきたいということで、関心を強く示されたということであります。私は、こうした提言も含めて、いずれにせよ、こうした統合本部が長期的な視野でものを見ていくという、その体制が構築されたわけでありますから、今後はですね、さまざまな幅広いご意見を受け止めていく、その受け皿としての中長期対策チームであるというふうに認識をしております。 以上あのこのペーパー以外にも、もちろん申し上げてないこと、まだ多々ございますが、時間に限りもあるということでありますし、また、あの今日は会見、総理の会見もあるということで、皆さん方、お時間の方も制約あるかということで、えー、ちょっと短めにして、えー、先に質疑などございましたら、お受けをさせていただくようにしたいと思います。以上でごござざいいまますありがとうございました どううもありがとうございましたあのそれではあの皆さんからの質問をお受けしたいと思います質問にあたっては会社名お名前を示された上で質問をされてくださいじゃあどうぞあどうぞ えと日本経済新聞の清水と申します今日はどううもありがとうございました今ずっとお話聞いてますといろんなその法律との関係とかそれから組織権限のことに、まあ、相当留意をされていろいろ組み立てられていること、まあ、非常に強い印象を受けたんですがただ一点です、ね、あの実はこの問題の中心になってやっておられる馬淵さんや細野さんがですね、はい、この総理補佐官という立場で 実はそのことは一体そのどう考えればいいんだろうかなと、つまり内閣法を見ますと、補佐官の仕事というのは極めてあの役割は限定されていると理解しているんですが、馬、えー、淵さんや細野さんが経産大臣や副大臣であれば、何の違和感もないんですけれども、その全くその内閣の一員でもなく、まあ、国会に対する説明責任も負っていないお立場の方が、こう政府の代表ということで、まあ、あの大車輪で仕事されていると。 まあそのことに対するそのまあ矛盾とか、あるいはそのやりにくいこととかですね、あるいは仕組み上、本当にどういうふうにこう認識されているのか、総理補佐官という立場は、まさに総理を補佐する立場でありますので、私にえ総理からの権限が付与されているわけではありません、あくまで総理の補佐ということで、その立場で総理を代理するということで、権限を持ってこの統合本部に関わっているわけではないというふうに私も思っております。 あくまで政府側の人間として、この統合本部のこのチームについては、決定権があるわけではありません、検討をしていくという立場でありますので、その検討を取りまとめている政府側の立場として、私はこのリーダーをしているというふうに認識しております。まあ、矛盾ということでご指摘もありましたが、私自身は経,産経済産業大臣、あるいは副大臣政務官のような、いわゆる行政権限を持っている立場でありませんので、そこは、 十分に留意をしながら、検討したもの、助言を受けて、そしてその検討した結果を、あくまでもえ権限者である大臣、あるいは総理に挙げていくという立場であるという認識しております。え現時点において、えー、この対応する仕組みというのは、今回、複数の原発のこの炉がえ事故を起こしたために、統合本部という仕組みが考えられましたえ。これは今までに想定されなかったものであります。したがって今後はですね 減災法の対応だけでは十分でないということから、新たな法的措置が必要とされるかもしれませんが、私は現時点においては、枠組みとして対応し得る可能な方法として行っているというふうに、自分自身受け止めています。今後の立法措置含めてですね、適切な整備が必要とされれば、またそれは議論していただきたいと思いますが、現時点においては、私自身がその権限を持って何か行うということはしておりませんので、十分に留意しながら、 保安院、あるいは大臣、えー、経産省のラインの中での、意思決定に、委ねるような。形での検討をしているということであります。じゃあ、あ他のことじゃあ、あ黒新さん。毎日新聞の黒新です。よろしくお願いします。あの、えっと、今の質問にも関連するすけど、ね。はい。あの、馬淵さんがやっぱり助言者という立場としてですね。はい、まあ、いろんな、あの。 幅広いしかも前向きな活動をされていることは非常に評価したいと思うんですけれども、それを助言を受けて、そのまさに実現する、実施する政策を行う総理大臣についてですね、最近ちょっと本当にその、なんて言いますか、総理大臣として、 しっかりこの場をやっていけるのかどうかということについてね、いろんなあの議論が出て、これからも出てくると思うんですがね、身近におられてです、ね、でその辺について、ですねあのあの率直なところをねぜひお伺いしたいですね、<laughs> あの要はです、ねあの、いくつかの批判があるんですね、一つはあの全体が見えてないという批判ですね、要するに部分とか一時的なことに気を取られて。 えー、見通してるのが全体像ですねそれからもう一つは役人を使い切れてないという批判ですね、それについてはどうなのか、はい、それから真渕さんがまさにやろうとしている中長期的なです、ね、先を見てね物事を解決するという、そのなんて言いますかねそういう、えー、本来、一番トップの人が持たなきゃいけない、えー、展望みたいなものを持っているかどうか、その3点についてちょっとお願いいたします。はい、はいえー まず私の立場は補佐官でありますから、総理を補佐するという立場で言いますと、とにかくご指摘のように、全体を見そして長期的な展望を持って、さらに組織を動かすという、今、ご指摘あった3点ですね、これをフルに発揮していただけるような、私は整理をするのが補佐官の仕事であると思っています。したがいまして、初期の発災後の2週間強というのは、これ、私、入る前ですけれども、まさに事態が次から次へと起こったと。 もうそれこそ、えー、一つの事態に対応しているうちに、その次の事態が起きるということで、まあ、もぐらたたきといった表現は悪いかもしれませんが、目の前で起きることに精一杯の状況に陥りがちだった、そうした統合本部の中で、ようやくさまざまな整理を行う、そのタイミングが私が呼ばれた時だったというふうに思っています。えー、私の使命ははそこここににあるとと感じ今ご指摘のあった全体像を明らかにしていくことこれは 多くの方々が不安に戻われるさまざまなシナリオを想定するということも必要だということであります。さらには、役人というお話でありますが、私も1年4か月、国土交通副大臣、大臣として、6万人の組織の中で、その役所の機能というものを見てまいりました。まさに組織がラインで動く、責任と権限で動くわけです。 このことを明らかにしていくことが、実は役所全体、霞が関政府全体を動かしていくことにつながるということの整理を行うために、統合本部一つとっても、そういったことについて、私は注意を払ったつもりであります。これもまさに総理を補佐する立場として、総理にご判断いただくための準備としては、必要不可欠なことだと思っています。中長期的対応はははここれれもも総総理理ののごご判断をいただいたただです私は総理にこれはご提示をして 中長期対策チームとといいうことでこでのご承認をたただきました総理からは、これはもう明示的に、こういうことをしっかりと表に出して、長期的な展望も含めて、さまざまなシナリオも含めて、表に出して、ある意味、国民や国際社会に、こういったシナリオも我々は想定しているんだということも示しながら、この対策を行っていくことが、実は信頼と、 そして不安を取り除くという最大の方法ではないかということを総理自身からもお聞きしています従いまして私は今ご指摘のような三つの問題についてはそれを支えるスタッフが整理をして判断をしていただくように努めることが最も重要だというふうに思っていますじゃあ,あの他の質問はどうでしょうあじゃあ吉田さん あの共同通信の吉田と申します。あの倉新さんがフォーカスで聞きました。私ちょっとマイナーな話ですけど。はい、あの先ほどですね。あの。搭載本部を作った、あの対策本部を作った時ですね。東電側で勝間さんになってますね。本部ですね。はい、これ勝間さんなんで、人生になってるのか。つまりですね。 本来であれば社長が出てきて、ですね、おやりになるのが筋だろうと思うんですけれども、そこを一つお聞きしたいのと、はい、あともう一つは今、チェックされていくということをおっしゃいましたが、そのチェックした結果は、ですね、どういう形でフィードバックして、ですね、はい、実際にわれわれに見えるような形で、えー、おやりになっていくのか、それをご説明すけれ、はいただまずあの、えー、統合本部が出来上がった段階で、副本部長には清水社長がついておられました、えー、副本部長としてですね、えー、繰り返し申し上げますが、 3月15日に立ち上がった段階で、本部長、菅総理、副本部長に加え田大臣、清水社長、ここまでは出来上がっておりました。ただ、その後、清水社長が体調を崩されたということもありまして、4月1日に改めて事務局長を設置、新設する段階で、この東電側の副本部長を勝又会長に代わられたというのが事実であります。それからこの道筋 東電が出したこのロードマップ、工程表に対してのチェックということでありますが、これはですね、えー、この7ページをご覧いただきますと、えー、恐縮でありますが、資料7ページ、横髪ご覧いただいて、真ん中あたりの中のところをご覧いただきたいと思うんですが、東電さん側もですね、このことよくご承知をされていまして、えー、真ん中のこの目標のところの中書きにですね、えー、この 目標や達成時期の修正が必要な場合も順次公表とありますように修正というものについてはこれは前提とされておられますしたがって我々がチェックするだけではなくて修正も含めて十分に協議をしていくとで私はあの先ほど申し上げたように統合本部というその政府と東電が一体となった事態を対処に取り組むというその期間で中長期的なそのシナリオも含めたものを ご提示をしていくということができれば、最も皆さん方の安心を得ることができるのではないかというふうに思っていますあじゃあ、男性の方からどうぞ。すみません、読売新聞社の声出ています。えー、っとちょっと2点お尋ねしますはい えと今回の事故というのは、あのまあ、人類の、えー、リアクターの中の事故とも非常に大きな方ですけれども、えー、こういうような事故にあたっては、まずその現場に原子力の専門家が、技術的な専門家が行く、でそれが、まあ、最高の、えー、決定権を持っている人から権限を与えられる、それで情報が一元化して出るということが、えー、非常に寛容だと思うんですが、例えばあの79年のスリーマイルの事故のとき、どういう対策が取られたかというと、 NRC の,の、えー、規制部長が現地に入って、あのリアクターの中で、えてかあの中央制御室の中で指揮を執ったというふうな状況がありましたけれども、でまあ、その状況が我々市民の方にも一つの安定感、まあ、安心までいかなくても、どういうふうになるのかということに対しての、えー、期待してみるという、そういう目ができるんですが、今回はなぜそれができなかったのか、でこの状態がいいというふうに考えておられるのか、それまず一点。 もう先にお答えはいあ発災と当初のまさに初動のところでのお話だと思います。でこれについて私もあの2週間今日経ってからですから、初動については具体的にどのような事態が起きたかということ、あるいは詳細にそれをつまびらかに私自身が把握しているわけではありません。しかし、ご指摘のようなこともあるかもしれませんが、想定しうるには、まさに複数のこの事象が発生をしていった。 その複数の事象発生の中で、す、え、べ、ー、て電源も,らもう切れてしまい、そのプラントパラメーターも効かない状況の中で、暗中模索の中で事態は、発生のところで初めて把握をしなければならないということであったということで、私はまあ現場で専門家が張り付いてできたかもしれないというご意見についてはそうだったかもしれませんが、まあ、あの事態の中では、果たしてたラあればで想定していいかどうかは分かりませんが、 果たしてそれで100%把握できたのかというのは、私自身、それは確たる証あの確証を持ってお答えすることはできないと思っています。いずれにせよ、この初動の2週間というものについては、それこそ目の前で起きた未曾有の事故、対応も次から次へと起きうる、その複数の事故の中で、精一杯やったというふうに私は受け止めて、2週間今日の後、その対応の改めての整理を行っているということで、自分はあの中では。 理解をして認識をしているつもりです。わかりました。もう一点あのえっ、ー、と我々が一番心配していますのは、はい、現地のサイトの中はもちろんそうですが外に出てくる放射性物質それがどういうふうに出てくるのかそのインパクトの全容というのをみんな市民は知りたがってるんです。はい、でそれは一体どこからどういう形でまとめて出てくるのか我々の取材では。 え、昔のえ文部科学省のその原子力安全課がやってる測定大気所の測定。それから海域そういうものがみんなバラバラには出てきます。で、それぞれの積分値っていうのはまだあの出てきてないですけども、それをまとめて知りたいんですけれども、それはどういうふうな方法で、それについてはどういう風うに考えておられますでしょうか？はい、あのまあ、今私どもは取り組んでいる。そのいわゆるサイト内のことです。で、サイト外についてはまあご指摘のように文科省スピーディーのその。 結果の公表が遅れた等々、様々なご指摘もあるのもよく承知しています。いずれにせよ、こうしたもので、環境に与える影響はどのようなものか、人体に与える影響はどのようなものかというものは、えー、皆さん方に分かりやすく提示をしていく必要は、これは私自身もあの思っています。ただここにについてはまさに原災本部のの中で、えー、しっかりとその 一元的にどのように示していくかということが議論されるべきものだと思いますしご指摘のことというのはこれは今残念ながら私は原災本部の方に関わっておりませんので状況を詳細に把握をしておりませんが国民の安心安全のためにはですね、このサイト外オフサイトのところでどういうことが起きるかということを詳細に指名としたものをご提示するということの必要性は十分認識をしておりますただ繰り返して恐縮ですが統合本部は現地においてサイト内における 対処そして長期的なその対策というものを示す、その責任、権限を持つところでありますから、私の所掌する範囲の中では、今、これを行っていることは精一杯であるということで、ご理解いただきたいと思います。 すすまません読売新聞編集委員の河野と申します、はい、ちょっとすごく基本的なことなんですが最初のあの放射線遮蔽放射性物質放出低減対策チームがなぜ中長期チームになったのかというところが、はい、あのよく未だに分からないんですけれども、はい、なぜかというとこのあの、えっと ロードマップを見ても、ですねあの最も大事なのが最初の1ヶ月あるいは数ヶ月間で何とかやらなければいけない、ステップ1ですよね。で要するにそのあの冷却安定に持っていくということが一番大事で、それが外にどんどんあの源泉かけ流し状,況状態でどんどん出てる放射能を止めるということにとあのなるわけで、それ一般の関心が最も高いところだと思うんですね。ももちろんそのののの中中のにに遮蔽いいうがくつつか あ,のありますけれどもあのそれっていうのは中長期ではなくてむしろ短期あの、まあ、数か月を中長期と見るか短期と見るかということですが、まあ、要するに一番早くあっすんならパシブルでやらなければいけない短期だと思うんですがそれがどうして中長期というチームの名称になったのかそこのところがちょっとどうも理解できないんですが、はい、あの教えていただけませんでしょうか。はいまあ、あの分かりました、えーまあ、7つ目を作れば 整理がしやすかったとということも一つの考え方ですただ、組織を増やすよりも、この中長期の中には遮蔽カバーリングも入ってますので、この中長期の中で、私どもは遮蔽カバーリングを含めた対応ということをやろうということになりました。でただ、重要なことはですね、その出さないということが、これ最も重要なことです。うん、いずれにせよ、長期冷却をしながらも、今、厳点かけの話をおっしゃいましたが、もういずれにせよ、漏出しているような状況で、 他の環境には出さないということが重要ですから、それについてはここにありますように地中も含めあるいは地上も含めを収めていく。その一過程が飛散防止でありカバリングなんですね。だから我々はそこまでを視野に置かないと飛散防止したなんかカバーかけたあこれでなんか安全だなとある意味誤解を招いてしまうような対策というのはこれは我々としては逆に国民の皆さん方にに対するこれは。 信頼を損なななううこことととにりかかねいいら最終的には、サイトの,このバウンダリー条件どうするか難しいんですが、境界どの辺に置くか別難しいんですが、サイト全体をです、ね、完全に地中まで止水をし、そして覆、まあ、うのはどういう形か分かりませんが、これは外に出さないという仕組みにまで置き換えていかなきゃいけないんです。 ですからこれは長期まで及ぶということでの中長期対策チームと名付けました、ただ目の前のことは当然やるということで、遮蔽カバリングもあるということで、ご理解いただきたいと思います他にはあ、どうぞ。朝日新聞の高橋と申します。えっと、まず一点は統合本部の,あの成り立ちが政府ととと東電 NRC とまあ説明されててまして日本の科学者はどこにいるのかというのが1つ目の質問です。2つ目はあの馬淵さんは統合本部として見通しを出すべきだというご意見だったと先ほどおっしゃいましたがそれが統合本部として出なかったのはなぜかそれに関わりますが東電が出した道筋と別にあのまあその出すべきだという決断を とことを言って、中長期チームができたという、先ほどのご説明だったんですが、チームができただけでは、あの統合本部としての見通しを出すということにはならないわけで、えー、今後、出すおつもりがあるのか、はいお願いします、はいえー、まず一つ目の、えー、統合本部は NRC とくん作ったわけではありません、あくまで政府と東電が作りました、えー、そこに、えー、助言をされる立場として、NRC の方々も入っておられます。ででこれはは nrc だけではなく、えー、各省 それぞれの専門家が入って統合本部の中での議論をしていただいていますさらに日本の専門家という方々も当然入っておられます原子力委員会の科学の方やあるいはさまざまな専門家がその会議の場においては必要とされる場においては参加をされて助言をいただいておりますこのようにですね きょうは詳細にそのどういう方かというのを提示をしておりませんが、幅広い議論ができるようにしております、ただ一方で、情報管理ということも極めて重要ですので、それはしっかりと行いながら、会議を進めてきたと、検討を進めてきたということであります。それから、統合本部として、工程なりをしっかりと示すべきだと私申し上げました、だからといって、この東電の道筋を否定するものではありません。繰りり返しになりますが 総理ののの指示にによよりまたた経済産業省のアドバイスによって東電さんが作られたものですこれも事業者である東電さんがどのような対策を取っていこうとするかということについて、これは一義的に極めて重要な、私は目標だと思っておりますので、これを否定するものではありませんが、これをそのまま進めていくということだけではなくて、修正も、このようには十分に書き込まれておりますので、 統合本部の中での長期的対策というものが改めて検討し、具体的なものとして上がれば、これ、東電さんが入ってますので、この道筋の中に付加していくということが当然なされていくことだと思います。場合によっては、統合本部としてのシナリオというものをご提示することになるかもしれませんが、まだそのような議論にはなっておりません。17日にに示された道筋に対しては できる限り着実に実行できるようにという総理や大臣の発言があるように、まずはこれを進めていただく、一方で中長期対策チームは、さらにこの道筋に示されていない長期的な視野までのシナリオ、ロードマップといったものを検討して、それがある程度のレベルになれば、フィードバックしていくということを行うべきだというふうに思っています。えー、まあ今いいつの段階でどのよううにということこは ここで申し上げるようなところまで、まだこれからのところでありますが、私としては、先ほど申し上げたように、いろんなところからいろんなご意見をいただけ、そして受け皿ができてまいりました、ようやくですね、えー、一つの整理がついたところですから、ここからより具体的に詰めて、皆さんにご提示をしていきたいと思っていますじゃあ、ちょっといいです足りないところあったんですけど、そこはでもいいですよ。<laughs> すいません日本の科学者のことにこだわりますが、はい、NRC からこういうアドバイスがあったということはぽろぽろ出てきているんですが日本の科学者から何かアドバイスがあって役に立っていることを会議の場ですので議論ですから、えー、本当にそれこそ NRC さんの助言に対して。えー まあ反論ということではないです、ありがとうございますと受け止めて、一方でこういうことがあるんじゃないでしょうかといった、あのいわゆるやり取りがあります、ですから、日本の学者の方々や専門家の方々から、そういった意見もあるが、こういった考え方もないのかということの投げかけはいくつもありました、えまあ、具体例で申し上げれば、例えば散布する飛散防止剤の,その、えー、特性について、これについて NRC さんからお尋ねがあった。例えば え原子炉建屋にそういったものを散布した場合に、燃料プールへの影響はどうなのかということについて、例えばそれは有機材なのか無機材なのかによって違うんじゃないかというようなやり取り、こういったものは、日本側の専門家の方々とも合わせてですねえやり取りをされています。我々としてはそういった助言を整理をするということですから、非常にあの意義のある意見交換をしていただいているというふうに思っています。 それで今のちょっと質問に関連しての一つ、進めておきたいんですけれども政府はぜあの、まあ、それをチェックしていくということですけれどもね、はい、この道筋ができなかったときにその責任は政府は共同責任を負うということなのかあるいはまたあの東電が悪いという話になっていくのか <laughs> どっちなんでしょうあ,のあくまでも現時点において道筋は東電さんが作られたものであります。ええ、で私はだから先ほど申し上げたように 統合本部として、これは一つの東電さんが示された道筋でありますが、統合本部として長期的な視野に持って整理をし、そこを作っていくという作業が必要ではないかと考えていると申し上げました。現時点、17日に出て、今日22日ですがこの時点において、これは東電さんが作られ、今進めているものですから、東電さんの範囲内でありますけれども、まさに統合本部は、こういった道筋に対して、 政府なりの意見も含めて、えー、それを集約していく場所だと私は思っています。まあ、今後ですね、えー、政府がしっかりと、えー、この方法ではだめなんだから、こういうふうに変えていかなければならないというようなことが、議論として、相乗に載っていけば、それは統合本部の判断として決めていくと、この道筋というものをまた変更していくということに私はつながると思っていますわかりました。他に質問あじゃあどうぞ 日本経済新聞の滝と申しますけども、これまでの経過の率直な印象を申し上げますと、やはりどうしても場当たり的な印象が強いんですけれども、一月前のことを振り返ってみればです、ね、あの時は外部電源が引ければなんとかなるという期待が大きく、ね、外部電源を引くことに懸命になった、ですねしかし外部電源が引けてみてもです、ね、全然事態は改善してないと。で今は 汚染水って今たまり水といいますかあれを除去すれば何とかなるということで一生懸命やってるわけですよね。しかしあれを除去したら本当に何とかなるかっていうとそれは分からないわけですよね。でそういうことをその東電さんの,その未実人に対して統合本部の方で修正をしていくチェックをしていくというのは分かるんですけども一個一個順番にやってですねこれがダメだったら次これはだめだったら次ってこれまさに何の戦略性もないですよね。でそこはもっともうすでにたまり水の問題は先が見えてるところがあるわけですね。先に その統合本部の方で、東電を指導するなり、その第二の方法を考えるなりっていう、そういうことはできないんですかまさにその問題意識私自身は、4週間前に発災後2週間たって、そこに加わって持っていたわけであります、したがって、このような体制整備を行ってきたということですので、中長期対策チームというものは、極めて重要な役割を担っているんだと思っています。ご指摘のような戦略性を持った えーまあ、これ、道筋と呼ぶと同じものと思われてしまうので、あえて違った言葉を使えば、肯、ま、定、あ、表と呼べば、えー、シナリオ肯定表というものが統合本部発でご提示をできるような形にしていくというのも一つだと思っておりますし、現時点においては中長期対策チーム、一、えー、つ一つの検討をまずベースを揃えていくところからやっておりますが、私自身は、えー、この中長期対策チームの責任者としていえば、今後はしっかりとそれを 打ち出し、えそしてフィードバックして修正をしていただくような形に変えていかねばならんと思います。ここにはあどうぞこちらの方。すみません、ブルームバーグニュースの中山と申しますけれども、えっ、ー、と二点質問ございます。えっ、ー、と一点目ですけれども、えー、ロードマップですけれども、これはまあ十何日出たばかりでですね。 まだあの評価は難しいと思うんですが、例えばその細かい話になりますけれども、たまに水の処理にしてもです、ね、現状はまああの順調にはその移送できているという話なんですが、例えばそれを低濃度のものにです、ね、浄化して、例えばメガフロートに移行する、仮設タンクに移行するというプランがなっているんですけれども、例えばメガフロートにしてもです、ね、2週間前に来週には福島第一に。 できますというお話だったんですが、まだ横浜港にあって検査をしている、それから仮設タンクにしても、ですねいつ出来上がるか、今月の末に出来上がりますということをおっしゃった東電側の発表では、えー、そういうことになってまして、えー、実際、その今の時点で,ですねこの工程表がそのまま、えー、スケジュールドローにいくのか、あるいはですね、 すでにもうこの時点でアメント,メントが必要なのかというのは率直にどうお考えかというのを重いしますか、それが1点目です、それから2点目ですけれども、えー、情報の在り方なんですが、えー、枝野官房長官の発言と東京電力が発表する記者会見のです、ね、内容についてです、ね、かなり差が差といいますか、例えば枝野氏は、 えー、燃料余裕が起こっているんではないかという発言をされてで東電サイドは余裕という言葉は必ず使わない、燃料は発損している、何発損している可能性があるで、余裕ということに関しては断定できる材料がない、中を見ることができないという、そういう曖昧な返事をする,ことするんですね、これは非常にわれわれとしてもです、ね、混乱をきたすというか、報道する側としてです、ね、じゃあ何が、えー、情報として正しいのかという判断が非常に難しい。 で現場におられてです、ね、そういった情報の上がり方、伝わり方というものはどういうふうになっているのかというのをお,かお話しいただければと思います。繰り返しになりますけれども、この17日に出た道筋については、東電側がこれを出し、そしてもちろんそこには経産大臣のアドバイスもあってということでありますから、まずはこれが表に出たということで、そのことをしっかりと注視していくというのが私どもの立場ですが。 これも中長期対策チームがその翌日にはこれ作ったわけですから長期的な視野を持ってご指摘のように目の前の目前の事態対処だけではない長期的シナリオを持った工程というものは統合本部が本来であれば私はしっかりと提示をしていくべきものだというふうに思っておりますのでそうした高騰については一つ一つ前向きに取り組んでいくべきだと思っています。そそれからその 会見における表現のぶりの違いということについては、これは今後です、ね、一元化ということで、月曜日から広報の一元化ということで、新たな取り組みがあるということを聞いておりますが、表現について、東電さんの表現がご不満であるというご指摘だと思いますが、 あの技術の世界で曖昧な表現をしないということについては多少ああいた表現ぶりになりがちなのは私自身も技術家だったのでなんとなく理解はできますただまあ多くの国民の皆さん方がそれでは納得されないだろうなというふうに思っていますので枝野長官はそこを勘案されて発言されているんじゃないかと思います決して食い違った発言をされているというふうには思っていませんただあのいつも東電さんとの会議の中でも感じるんですが 性格を期するために、ものすごく曖昧に聞こえる表現になりがちなんですね、でここはもう実のところはどうなのかということはやっぱりとことんあの、それはもう腹割っての議論もしなきゃならんと思います、まあ、そういうことを、まあ、この統合本部というのは実は担っているということだというふうに、私は理解をしていますじゃあ、他のご質問は。 先ほど鳩山さんの,あの提案というお話されましたけども、あれ、どういう内容だったん鳩山さんがおっしゃったこと以外、私は申し上げられにくいんですが、えー、鳩山さんは水冷却ではない方法ということで、お話をされたというふうに思っておりますので、えー、鳩山さん、まあ、ご自身ということで、鳩山さんのところにいろんな情報なり、あるいは英知知見が集まった。 それを整理されたということで、水冷却に変わるものと、今のような水冷却では結果、汚染が広がるだけだという、そういった懸念から固定重視されたということです。中身に関しては、鳩山さんご自身もおっしゃっておられませんので、ちょっとここで私からは申し上げられませんはい終わりました。他にご質問ありまますすかどどうぞどうぞぞお願いします 松下でございます。あの中長期っていうことで言いますとです、ね、あのまあ、無人化していくことも必要なんでしょうが、同時にやっぱりマンパワーをどういうふうに確保していくのかと、このままみんな占領がです、ね、250になっていって、本当に人が足りるのかと。 ま,あまずは東電の中で人繰りをされるのかもしれませんが、かなり幅広く集めてこないとです、ね、東電の中では処理しきれないっていう事態になろうかと思うんですが、そこでは政府はどのような役割を果たしていかれるのか、今、実際に人繰りはどういうふうに誰が支持をされているのかというあたりを。 あの私も最もとそこは懸念する点でもありまして、有人作業の限界というものを考えなければならないと思っております。それが故に、この中長期対策の中でのリモートというのは、そのリモート環境の整備を最も重視しています。無人施工、無人におけるのさまざまな作業が可能とする、これは ITB ですか、カメラやアンテナや、あるいは照明等ですね、これをまた、 その無線だけでない有線のラインも含めてですね、相当に広範囲に、しかも作業を、将来の作業を想定しながら設置をしていかなきゃならない、非常にこれが重要なことだと思っています。その上で、それでも今、現時点における人の作業、有人作業というものは、これはついてもありますので、その人の手配については、東電さんが今、一義的にやっておられます。政府ととししてというご指摘でもありましたが ここは繰り返しになりますが、あくまで事業者の作業が、これが責任においてやっていただくことになりますので、われわれとしては、人の集め、人集めということについては、東電さん、えー、事業者の責任でしっかりとやっていただくこと以外ないと思っています。えー、そして、将来的には有人作業が困難な状況になることを想定して、これはまあ最悪ということでありますが、困難になるような状況が仮に起きても、対応可能な無人環境を とにかく今できる限り作っていくんだということだとそれに尽きると思います。はいどうぞ。毎日新聞の大場です。あのえっとちょっとまあおさかんというよりあのまあ将来の総理候補としてお話を伺いたいんですが、<laughs> あの,その政治主導国家の安全を守るという意味でこの政治主導が今 ちゃんとできているかどうかということについて、ちょっとご意見を伺いたいんですがその、まあ、東電に一義的に実施責任があるのは分かるんですけども、あのちょっと全体的に、あの要するにあの政治家が責任を持ってやるぞというのが見えにくいと感じることが私は多いんですけども、その辺について、あのどう考えるかをちょっと聞かせてください。 あの統合本部はまさに私は政治主導で出来上がったと思うんですね、ただ、あの政治主導は、これは当然、政府を一体として動かしていく、その原動力を意味するものでありますから、これは霞が関がオールジャパンで動いていかなきゃだめなんですで、その意味では、各省のラインをしっかりと押さえて動かしていくことが必要だと思います。したががっててこここの事案についいも政、ね、政府そそれこそ政治主導ということうで 国民の皆さん方に政治家が率先して動かしているというイメージを持っていただくためにはこの政治、霞が関の行政機関のラインをしっかりと押さえてそしていわゆる指示とその報告というもののラインを的確に動かしていくことが必要だと思いますあの今日まで民主党政権においてですねまこういったことのご指摘を繰り返しされてきたんじゃないかと思うんですがマネジメントという観点からまさに組織を動かす その要定が問われているんだと思います統合本部はその意味で、民間と行政という2つの組織を統合して、いかに有機的に動かすかということが問われるわけですから、これを統合本部をしっかり動かすことが、その政治主導の最も分かりやすい表れになるのではないかというふうに私は思っています。はいどうぞ 個人会員の内藤と申しますが私は全く素人ですからよく分かりませんがあの例えば、保安院というのは経産省の中の機関ですねでそ,れそういうようにです、ね、ことほど作用に客観的にです、ね、問題をこの専門の立場で、ね、客観的に見てどこに問題があるかということをです、ね、きちっと伝えるあるいはそれを分析するような機関というのはないと思うんですよ。 でそのおそらくね、東電の現場をやってるわけですから、しかも原子力発電所の推進という命題があるわけですから、それに沿った、それを根本から問題が出てくるというふうな情報は僕は流れないと思うんですね、そういう組織になってる、保安院もその一つで、経産省があのの中の組織だということで、ことほどさようにです、ね、この問題についてもね、その どこに一体問題があったのかと、で長期的に見てね、ね電力のエネルギーをどうするかというふうな、ね、そういう客観的な場があってね、ねその中の原子力をどういうふうに今、取れ直すかというような機関を僕は作る必要があると思うんですよ。で、その官房長官もね、あれは僕はあの内閣の報道,報道官のやってる仕事だと思うんですね、官房長官ってなんでもあんなもんじゃないでしょ、あれは。だからね そういう点もねもう少し政治家というのはね全体を見てねきちっと客観的に問題を捉えると国民に正直にそれを提示するという立場が必要だと思うご所見をお伺いしたい、はい。はいあのー。 原子力政策を今後、どのように議論していくかという、その枠組みなり仕組みのお話だというふうに理解いたしますが、あのご指摘のようにです、ね、法案院、規制側が、経産省の中にもありますし、また n h 庁という推進側もあるということで、まさにそういう意味では、一つの中での拮抗する、相反する機関があるということについての矛盾はということで、ご指摘がされたと思います。ここは今後の議論として当然上がってくるでしょう。 私はその原子力政策をこの後どうするかということの議論の場はどうあるべきかということについては、今、私なりの知見というのを持ち合わせておりませんが、当然、さまざまな形で独立した機関も含め、また複雑多岐にわたっておりますので、その整理は問われるかと思います。たただ今回そののような状況で来た原子力政策に関わるものは全て それぞれ5つほど機関が分かれています原子力委員会原子安全委員会保安委員あるいは会議長きゅう会議長分かれてしまっているものがこのようになかなかあの相互に作用して機能しにくいということを国民の皆さん方もよくご覧になったわけですから私はまあ改めて政府としてこれは見直していく一つのきっかけになるだろうと思います今具体的にそのような議論がなされているとは承知していませんが今後の課題だということには。 私も同意いたしますまたあの、もう一つ重要なことはです、ねあの、原子力政策のことというのは、今後大きな課題だと思いますが、目の前の事態対処に追われてしまって、それがおざなりになってはならな,ならないということ、また、東電をはじめとする電力の安定供給、その全体的な構図をどのように考えていくかということも、これは政治の世界で極めて重要な役割です。ここうしたことを これは復興にもつながるわけですねでこうしたことを考える大前提が、まさにこの原発事故の収束なわけですから、私はだからもう、極めて重要な役割をこの統合本部になっていると、まあ、改めて申し上げたいというふうに思いますあじゃあ、どうぞ、はい、ああじゃあ、先にこちら、あの前の方、やっていただいて、はい、フリージャーナリストの鈴木と申します。おとおとついだったと思うんですけど 国際原子力機関関連の,あの米国とヨーロッパとロシアなどの原発の安全の最高権威、専門家たち16人の方がです、ね、声明を発表しておりまして放射能漏れを止めることがもう最大の問題なわけですけど5分以内にです、ねえー、安全措置を取っておれば完全に回避できた可能性があると。 いう声明を出しておりますが、あの中長期対策チームの任務の中に調査、分析、十分集めるとおっしゃったんですが、例えば、そのいう、じゃあ、それはどういう安全措置だったのかというのをすぐに <laughs> 取り寄せて、そしてあの語るというふうなことも非常に大事だかと思うんですね、でさっきあの、馬渕さんがおっしゃったように長、長期的には結局は上からかぶせて、 チェルノブイリの石炭みたいにかぶせて、それから海へ出ていかないようにこっちのを作るというのが実は、あれが起きた11、12日の段階でアメリカの専門家なんかが言っていたと思うんですが、それがなぜできなかったかという点に関して、確か産経の12日の報道だったんですが、現場の下請け会社の責任者がです、ね、であ,あの原子炉を廃炉にする決断をして,してくれと言ったけど、 東電の責任者がノーと言ったとでその時にね、その産経の報道では、これで日本も終わりかと、自分はもう絶望的な気持ちになったとっ言ってるんですが、そういう東,東電の企業の第一次責任ということだけではこう、もしそうだとすれば非常に危ういわけで、先ほどもありましたけれども、その辺も政治家として断固たる情報収集と措置をやっていただきたいなと思いますが、ちょっとご感想。はい、はい えまずあの、えー、このまあ5分以内にうんぬんというのは、ちょっと私もそれは承知していないんですが、いずれにせよこうしたものについては、事故調査ということが当然問われます、でこれは事故調査にはそれぞれ新しく自己調査委員会なりが設置されて行われるものでありまして、中長期対策チームの,の調査分析は、あくまでもその対策におけるさまざまな知見の調査分析というと,と,ところでありますので、ご指摘の部分は、 これは国際社会からも注視されていますので、事故調査という中での原因究明、あるいはさまざまなヒューマンエラーも含めなかったかあったかということも、今後、明らかにされていくべきものだと思います。そして、あの私は先ほど申し上げた中、長期的な視野でまずは封じ込めなきゃいけないということは、最終目標に置かなきゃならないだということを申し上げましたが、じゃあ、すぐに、 まあ地中についてもこれ連続地中壁を膨大,なあの大変広大なあのサイト全域でというのもう大変な時間がか,かります、まさに長期のプロジェクトになりますしまた原子炉の中に燃料棒がです、ね、現状ある中で上から蓋するみたいなことは単純なことではないと思っています。チェルノブイリと大きな違いはチェルノブイリは爆発によって炉心もすべて吹っ飛んでしまったそのような状態だからこそあのような折棺が可能だったわけで。 今現状はまさにその燃える原子炉の中の燃料があるわけですからこれを蓋するなどという単純なものではない今唯一収める方法は水冷却だということで水を入れていますしかし水だけを入れ続けても現状漏れている状況であればまずは止めましょうと水を止めましょう漏水をも止めましょうじゃあどう収めるのかこれは簡単に答えの出る世界ではないと思いますがそれは 人類が初めて遭遇したような状況でありますので、ここをわれわれとしては前人未到の世界であるけれども、乗り越えていかなきゃならんという命題を背負っていると、そう思っていますはいどうフジ、はい、テレビの古山と申しますよろしくお,願いしますの今日お話でその組織がどうしてこう立ち上がったかというのと、それから中長期的な課題についてお話しいただいたと思うんですが、その中で疑問に思うのは、その まずこの組織は法定外であるという話でありましたが、えー、中長期的というのはまあどの程度のことを中長期的というかという問題はまあ,あるにせよ、えー、例えば今、これは民主党政権と東電でやっていると今後、例えば何年か経って政権がまた交代するかもしれないといったときに今の,この法定外の,この,今の統合本部の形で果たしてうまくいくのかと。 いう疑問を持ちましたこの点、例えば今後、えー、統合本部のあり方、形等をです、ねえー、変えていくお考え、今のところでお持ちかどうかというのが1点、それからもう1つ、中長期的に考えた場合に、その政府の会見などを拝聴してもです、ねあの、第一義的には東電さんの責任と、で先ほど、工程表についても、第一義的には東電さんがと、皆さん、第一義的には東電とおっしゃるんですが、あのこの統合本部の 6ページの図を見ても、経産大臣と勝俣会長、細野補佐官と西田ジョンとで、本部長はあの総理であると、でその本部長総理が本部長を務める統合本部が、アイディアなり意見なりを出したものを、えー、受け取って、東電が公程表を作ったっていうことでいいんですよね、理解で。出した,<の>出したところは東電あのここでまとめたものを出して、東電が作ったということじはないですよ。統合本部では 意見<の>アドバイスなり意見り、だここは先ほど申し上げた、私はっきりと申し上げました、経済産業省としてアドバイスはされたということを大臣が表明されていますので、私はそのように承知をしていますそうすると、政府なり行政なりが、まあ、民間企業である東電に対してアドバイスをした、その結果としてできてきた工程表については、やはり 政府なりあの国なり政治家にも責任があると私は思うのがただ具体的にどのようなことをアドバイスを求められたのかあるいは相談を受けたのかということについては言及がありませんので私はそこは一概にそうとは言えないと思いますで少なくとも統合本部としてですね、何かこの東電さんが出してきた道筋について相乗に乗ってやったということではありませんのであくまでも経産省として相談を受けてアドバイスをしたということは 経産省としてての発言でされれおられますだから私は繰り返しになりますけれども、統合本部という位置づけの中で、これらをベースに改めて欠けてる部分があります、長期的な視野が。こういったものについては、しっかりとフィードバックをしていく、あるいは新たに作るということ、まあ、これは屋上屈になってはいかんですから、まあ、フィードバックしていくということが重要ではないかというふうに思っていますという中で、政治責任、あの先ほどの質問の中で政治主導でうんぬんという話がありましたが、その 一義的には東電っていうことに対してその政治責任、あの政治主導の,その部分がどこをどういうふうに責任を負うべきかというふうにお考えか、まあここはですねあの、なぜそのように申し上げなければならないかというと、法定されていない状況の中で、こういった組織を作らざるをえなかった、つまり、原裁法の中で想定されてなかったんですね。原裁法における原裁本部のの機能というのは 現地の対策本部も作り、自治体との協議、あるいは住民への避難といったところで対応するんです。つまり、あの JOC の事故のときに発生をした、当時、事故が起きて、そして対処は行って、いわゆる臨界を抑えた、その後、実はそれまでの間に避難の連絡が遅れたんじゃなかったかと、あるいは責任が明確でなかったということで、この仕組みができました。今回のように もう1ヶ月近くでありますもちろんこれはさまざまな理由はを確認していかなければなりませんが複数の路がさまざまな事象が起きて事故が継続していき事業者単体でとても対応しきれない状況は延々に続くということは想定されなかったんですねじゃあそれを政府がですね変わってやれと言って権限はないです民間事業者のサイトの中のことですからそのような権限を付与するような仕組みというのは今 現状の立法の中でないです。法律の中でないです。従って、統合本部という仕組みを作った。一義的に東,東電だと言ってるのは別に責任逃れをしているわけではなくて、事実として、東電民間事業者の権限を制限するような仕組みになってませんから、株主で何でもない状況です。だから、この統合本部という仕組みを考えて作ったんだと私は理解をしています。だから、まさにそこは政治が責任を負ったということなんですね。で じゃあ、それはおかしな仕組みにならないかということで、先ほど政権交代後どうだんだというお話もありましたが、これは全く予測もつかないことでありますが、こういったことは想定されませんでしたから、こういう仕組みで今、対応していますけれども、今後はこうした事業者に対応しきれない事業者の権限を制限するような仕組みまで、何らかの法律でカバーしなきゃならないということは起きるとは思います。ただ今そのよようううななな法律を作っていいいるような事態でではないということこから統合本部で 対応していると私は一義的に闘ゲと言っているのは当たり前であって、株主でも何でもない国がですね勝手に企業のいわゆる作業や人員の差配まで、それを行うなということは簡単にできないと思っていますので、まあ、こうした仕組みだったと思います。今後、ご指摘のような措置は必要かと思いますが、それはまずはこの事態を対処してからだというふうに思います。 そそろそろ6時いただいたお時間、ねえー、になりましたんですけども何かあえて1問だけという方いらっしゃいますかあじゃあ短くお願いします。 個人会員の鈴木健介と申しますあの。今のご答弁に意味軸も現れてるんですが、あの今日のお話ですと、確かにサイト内の閉じ込めることが第一にであるということはよくわかります、でそのためには、まず一義的には事業者が対応しなきゃならないと。ですがあの、このサイト内の閉じ込めが不成功だったためにです、ね、大気中および海水中に放射性物質が拡散していると。 これへの対,抗対応策をどこが取るのかというところを見ますと今、プロジェクトチームという中では環境影響チームというところしかないように見受けますそれから東電のこの分野という中の第3点のモニタリング除染というところがございますね果たしてこれが一企業事業体だけでできるものかどうかあの特に海中に対する 放射性物質の拡散の問題、これはあの実態としてモニタリングがです、ね、非常に少ないですね、現場周辺だけしかない、で一般の研究者がいろいろデータをウェブサイトに流してます、それを見るとはるかに汚染が拡大してるんではないか、それはあの当面のところ人体影響ないというような形で、食物連鎖がどの程度、生物連鎖がですね、 魚介類の中でどの程度進んでいくのか、こういうところはもう一般国民が最も懸念しているところです。これを10からですね、風評というふうに処理してです、ね、モニターしていないところは安全であるというふうに思い込ませる、こういうふうにしか読み取れないわけです。ですから、非常に今日のお話で金を覚えるのは、そういうすでに拡大した放射能汚染、これをどういうふうに処理し、 国民に本当の意味での安心安全を確約するのか、ここはまさに今、法制上の問題をお話になりましたけれども、政府としてまさに責任を負うべきことだと思うんですね、この点についてどうもこのお話は、まず第一に的にコンテインメントをするというところではよくわかります、ご努力わかりますが、そこのところ、これはあの全く抜けてるんじゃないかというふうに言わざるをえないと思うんです。ご答弁をお願いします。はい はい、ありがとうございま,すあのまずあの東電、この統合本部の環境影響チームというのは、まさにこの中での環境影響というものに、えー、限ったものです。従いまして、サイト外え、これはどこかというと、モニタリングも含めて、このまず、原災本部の仕事です。法定された原,原災本部え、そこで避難、あるいはその後の除染も含めですね、政府の仕事であるというふうに私も承知をしております。でこれについては あのモニタリングは十分に行っていかなければならないというご指摘もその通りでありますし、今、そのモニタリングを受けた結果の中で、対応を、まあ、昨日、この午前0時からの避難の警戒区域の問題もそうですが、対応、減災本部の権限によって行われているということです。で私自身もご指摘の部分で、減災本部の対応というものがそこで今後、大きく問われるんだということも承知をしておりますので、決して抜けているわけではなくて。 統合本部ではない原子力災害対策本部の所管としての責務をしっかりと果たしていくことがご指摘の部分だというふうに思っています。いやどうもあの今日マム先生あのありがとうございました。はい、あの大変な時期でしょうけれども一つよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。